はい、こんにちは。わがらみゆちさんです。べしゃりわがら、木曜日は Q&A のコーナーです。このコーナーでは視聴者様から寄せられたわがらみゆちさんへの質問にお答えいたします。はい、今回も早速質問いただいております。はい、質問者の方は横浜市に在住の主婦の OM さんという方です。ありがとうございます。はい、質問内容は似ていると言われる芸能人は誰ですかということでした。まあ似ている芸能人、もう最近言われたのは関ジャニの村上さんに似てると言われました。はい、男性なんですけれども村上さん似てるそうです。で、まあ他それを他の人に言ったんですね。関ジャニの名前忘れたけど誰だかに似てるって言われたって言ったら、あ、わかった、村上ちゃんでしょうってね、即答で帰ってきました。え、似てますかね。まあ嬉しいかと問われると、まあ別に嫌じゃないです。男の方に似てると言われてもね。はい、そしてですね、もう一つ一番最近似てるって言われたのが横顔がですよ、あの女優の北川景子さんに似てるって言われました。まあ、この顔が似てるそうでね、あのこっちの向きから見られて言われたんですけれども、似てるのかな。正直、まあ、北川景子さんに似ていると言われて、まあ、嬉しいと言われれば嬉しいんですけれどもね、まあ、お綺麗な方ですよね。でもなんか違うようで、え、何言ってるのかしらこの子はとかね思いましたけれども、はい、まず今の横顔、まあ、和柄北川景子ちゃんに似てるよと思った方は、はい、コメントしてください。似てねえよブースとか、そういった心ないコメントは一切受け付けませんからね。そういうコメントは来たらね、問答無用でスパム扱いします。はい、というわけで、まあ本日の一曲いきたいのですが、私いつもこれ言うの忘れてしまうんで先に言っとくんですけれども、このコーナーでは我がらへの質問を大募集しておりますので、この動画のコメント欄や Facebook とか Twitter に YouTube アップしましたっていう投稿してるんで、そこのコメント欄に質問書き込んでくれたら大変嬉しいございますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の曲どうぞ。質問大募集しておりますので、コメントお待ちしてます。そしてチャンネル登録もね、してくれる方お待ちしておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それでは明日も見てください。ありがとうございました。